どうも、皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、なんと、マリオットボンボイポイントから楽天ポイントへのポイント交換がね、本日開始になりましたっていうね、情報が入りましたので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、今回ですね、マリオットボンボイポイントから楽天ポイントへのポイント交換がね、開始になったんですよね。こちらね、今日発表されたと思うんですけども、もうね、ポイント交換ができるようになっております。いやいや、平井さん、楽天ポイントからマリオットに交換できなかったら意味ないじゃないかって思われる方ね、多いと思うんですけども、今回はマリオットボンボイポイントから楽天ポイントへのポイント交換が今日ね、開始になったわけなんですけども、これね、ポイント相互交換も今後ね、予定されているっていう風になりますんで、今回はですね、マリオットから楽天のポイント交換なんですけども、今後はですね、楽天ポイントからマリオットボンボイポイントへのね、ポイント交換できるようになるっていうね、発表も今日ね、行われましたので、今後ね、かなりこの楽天ポイントもね、熱くなってくるんじゃないかななんていうふうに思いますので、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、いやーね、この楽天経済圏なんてね、言われておりますよね。いろんな決済を楽天に集めて、まあ、楽天のポイントね、貯められている方結構いらっしゃると思うんですけども、まあ、こういった方はですね、かなりいいですよね。今日の時点ではまだね、この楽天ポイントかならマリオットへのね、交換は開始になってないんですけども、今後ね、かなり期待できますよね。先日ね、ポイントサイトハピタスからね、マリオットボンボイポイントへのポイント交換も開始になりましたので、いや、本当にマリオットボンボイポイントって本当にすごいですね。はい。日本のこのポイント制度をどんどん吸収していきそうな、そんな感じがしますよね。いや、ぜひね、D ポイントとか、T ポイントとか、V ポイントとかね。まあ、こういった他のポイントもね、ぜひマリオットポイントにね、交換できるようになってほしいですね。はい。ちょっとね、話は脱線しましたけども、ではですね、マリオットポイントから楽天ポイントへの交換の詳細ね、見ていきたいなと思うんですけども、ポイント交換の開始はね、もうすでにね、始まっております。ですので、今ね、マリオットポイントを楽天ポイントにもうすぐ交換されたいっていう方はですね、私の動画のチャンネルはね、あんまりいらっしゃらないかもしれないんですけども、交換することはね、もうできるようになっております。で、交換レートですね、気になるところなんですけども、交換レートはマリオットポイント3000ポイントが楽天1000ポイントになるっていう風になりますんで、3対1のね、交換レートで交換することができるっていった形になっておりますね。で、交換できるポイントは3000ポイントから3ポイント単位でね、交換することができるっていう風になっておりまして、上限はですね、1日24万ポイントまでマリオットボンボイポイントから楽天ポイントね、交換することができます。で、交換されるポイントなんですけども、このマリオットポイントから楽天ポイントに交換したポイントはですね、楽天通常ポイントになるっていうところで、あとね、交換開始時期ですね、申し込みから約2週間でですね、マリオットポイントから楽天ポイントにね、交換されるっていう風になりますんで、2週間ね、ポイント交換完了までね、かかるっていう風になりますんで、この点はね、ご注意ください。まあ、こういったね、感じになっておりまして、マリオットポイントね、3000ポイントが楽天ポイント1000ポイントに交換できるということで、こちらね、マリオットアメックスプレミアムカードね、ありますよね。まあ、これだと、だいたい100円決済で3ポイントね、ポイント貯めることができますので、まあ、これがね、そのまま3ポイント、100円で3ポイント貯まって、それが3000ポイントからですけども、まあ、3000ポイントが1000ポイントでね、交換することができるっていう風になりますんで、ポイント効果のね、レートとしては妥当なところですかね。まあ、気になるのはですね、今回ね、こういった感じで、楽天、マリオットポイント3000ポイントが、楽天ポイント1000ポイントにね、交換することができるっていう風になるわけなんですけども、まあ、今後ね、これが相互交換開始になった時に、楽天ポイントが何ポイントのね、マリオットポイントになるかっていうところですよね。ちょっとね、どうなりますかね。私はね、まあ3対1で交換できると、まあこれはね、マリオットポイントから楽天ポイントのね、交換すると、3000ポイントが1000ポイントになりますけども、この逆は多分ね、楽天ポイント1000ポイントが、マリオットポイント1000ポイントになるんじゃないかな、なんていうふうに思ってるんですけども、皆さんどう思いますかね？これね、そのまま逆転するとはね、正直思えないので、まあ、そんなね、うまい話にはならないと思うんですけども、私の予想としてはですね、楽天ポイント1000ポイントが、まあ、マリオットポイントね、1000ポイントになるんじゃないかな、なんていうふうに思っております。で、次ですね、今回、
マリオットポイントから楽天ポイントにね、交換すると、一応ね、通常ポイントにね、交換完了されるみたいなんですよね。まあ一応こうなってるんですけども、楽天通常ポイントって、楽天カードの利用額にね、充当することができますよね。楽天ポイントの通常ポイントって。ですけども、この交換してね、持ってくるポイントっていうのは、楽天通常ポイントっていう風にね、名前になるんですけども、このカードの利用額の充当とかにね、使えなかったりしますので、一応ね、楽天ポイントの通常ポイントに交換できるみたいなんですけども、この点はね、もしかしたらそうなるかもしれないんでね、この点はご注意ください。というのも私はね、以前ポイントサイトから楽天ポイントにね、結構前なんですけども、交換してポイント充当でね、カードの充当額に当てようと思って交換したことあるんですけども、これね、使えなかったんですよね。ですので多分ね、同じ仕様になるかななんていうふうに思いますので、おそらくね、通常ポイントには交換できるんですけども、カード充当とかにはね、使えない充当ポイント、通常ポイントでね、付与されるかななんていうふうに思いますので、まあ、その可能性もあるっていうことはね、覚えておいていただければなと思います。それでは次にですね、一応ね、マリオットポイントから楽天ポイントでね、交換の流れもね、一応解説ね、しておきたいななんていうふうに思うんですけども、ちょっとね、スマホの画面でね、ここに出しておきます。こちらね、楽天ポイントクラブのね、公式サイトになっておりますので、この、URL ね、概要欄に載せておきますんで、まあ、もしね、マリオットポイントから楽天ポイント交換されたい方はですね、ここからね、アクセスしてください。で、このね、楽天ポイントの、楽天ポイントクラブのね、画面になったら、一番下の方にですね、言っていただいて、楽天ポイントに変えるっていうのはね、あると思いますんで、こちらをね、クリックしていただきます。では次にですね、楽天ポイントに変えるということで、各種ポイントから楽天ポイントにね、交換するのは、ここのね、下の画面からね、やっていきます。まずね、ここのあなたのポイント口座っていうのがあると思うんですけども、このね、ポイント口座の番号をね、コピーしといてください。で、下の方にね、行っていただくと、まあ、こういった感じでですね、各種のね、ポイントを、楽天ポイントにね、交換できる画面がね、出ていると思うんですけども、ここでですね、まだかな、まで出てくるのかな、あ、出てきますね。ここにね、マリオットボンボイポイントありますね。3ポイント1、マリオットポイント3ポイント1円ということで、これをね、押していただきます。あ、ここはね、ポイントの交換ステップが出てるんですね。で、下の方にね、行っていただいて、このマリオットボンボイの移行ページにアクセスということで、こちらをね、アクセスしていただきます。そうするとね、マリオットボンボイポイントのポイント交換画面に、ね、なりますので、まずね、ここでログインしていきます。ではね、マリオットの、ログインしたらこの画面になりますんで、楽天ポイント、ロイヤリティパートナーが楽天ポイント。で、先ほどね、コピーしたのがありますよね。それをこのアカウント番号のところに、ペーストね、していただいて、番号を入れます。で、その下にですね、希望するポイントを入れていただいて、次へ押していただくとですね、ポイント交換がね、認証とかが入ってね、ポイント交換ができるっていった流れになります。まあこういった感じでね、利用してみてください。まあほとんどね、利用される方は、まあ私の動画のチャンネルね、見ている方ね、まあいらっしゃらないと思うんですけども、まあこの端数のポイントなんか使い道がないなみたいな感じである場合はですね、こちらね、有効活用できるのかななんていうふうに思いますので、まあ利用される方はね、こんな感じで利用してみてください。ということで今回ですね、マリオットボンボイポイントから楽天ポイントへのポイント交換が開始になりましたということで動画解説ね、させていただいたわけなんですけども、いやね、マリオットポイントから楽天ポイントでね、交換だけだったらね、まあ、全然個人的には、あ、そうなんだくらいで終わるんですけども、いやね、逆のこのポイント相互交換でね、今後利用することができるようになるっていうのは、かなり夢がありますよね。はい、これ楽天ポイントね、持たれている方はかなり楽しみですよね。はい、楽天ポイントって本当にポイント経済圏とか入ってる人は本当に年間何十万ポイントとかね、貯めることができるみたいなんで、本当にすごいですよね。まあ期間限定ポイントもね、中には多いかもしれないんですけども、スーパーディールとかで、ありますよね。何パーセント通常ポイントでバックみたいな。まあああいうものを使っていけば、それがね、マリオットポイントになっていくっていう風になりますんで、
いやー、めちゃくちゃすごいですね。非常にね、このポイント相互交換ね。まぁ、ちょっとね、この開始時期はね、今まだ記載はないんですけども、まぁ、またありましたらね、動画出したいななんていうふうに思いますので、ぜひね、チャンネル登録しといていただければなと思います。2021年でしたよね、マリオットと楽天が提携して、まぁ、特に今までね、会員だった方は何にも恩恵がなくて、あ、そうなんだくらいだったんですけども、まさかね、ポイント相互交換ね、今後なっていくっていうのはね、かなりびっくりでしたね。はい。ということで、今回ね、ちょっと速報ということで動画ね、撮らせていただきました。この動画ね、役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、またね、LINE 公式アカウントも始めましたので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。